皆さんこんにちは、吉田由美です。丸間あきこです。車業界女子部です。なんと今日は2月27日です、はい、今日は何の日だ。今日は女性ドライバーの日です。1951年でした。違います。大正6年1917年に、そう、栃木県の渡辺浜さんという女性が日本で初めて、ね、女性で免許を取った日ということで、うん、私ほら栃木県というとね、あ、足利市出身としては、私も足利におじいちゃんおばあちゃんいましたから、ねね、そんなつながりもあってちょっとこうなんか親しみを持ってしまいます。あやかってあやかって、ね、でちょうど2年前、2019年 の、はい、あのこの日に車業界女子部をスタートして、そうなんです。そうで同時に沖州プロジェクトというね、安全運転啓蒙活動もスタートしたんだよね。そうなんです、うん、そしてそれから1年後の去年の2020年、はい、うん、9月27日、はい、なんとこの沖州バッグ、そう、これが完成したんですね。まあ、沖州バッグっていうのはこの自分たちが履いてる靴に着目して、まあ、車の運転するに適した靴で運転しようよということで沖州、ね、沖靴を、まあ、推奨するプロジェクトだったわけなんですけれども、はい、そうなんです。まあ、3年目に入りましたんで、そろそろ新しいプロジェクトどうかなと思ってまして、確かに、はい、そう、そのバッグは、うん、ほら横浜の元町のね、うん、北村さんに協力していただいたり、はい、あと、まあ、今までもいろんな皆さんに協力していただいたんですが、うん、今回もまたいろんな皆さんに協力していただこうというプロジェクトですね。はい、実は張り溝 OK プロジェクトというのをスタートします。今回もまたなんか決体な不思議な名前ですが、それは、まあ、張り溝というとですね、お肌ではなくてですね、実はここに鎮座増しましております。はい、タイヤ、ね、自分たちの足の次は車の足をちゃんとみんなチェックしましょうよということなんですよ。足つながりですね。そう、足つながりです、はい、ね、で張りとタイヤで張りと溝っていうと、まあ、張りは空気圧ですよね、うん、空気の張り、そして、まあ、溝はこの、ね、トレッドの溝ということですけれども、そうなんです。これね、意外とタイヤの、うん、タイヤ自体あまりもしかしたら触ったことがないとか、そう、そういう方も多いんではないかと思うんですね。まあ、黒くて丸いものでしょっていう感じで、うん、よくわかんない人も多いと思うんで、ちょっと私たち簡単にねチェックできる方法を今日皆さんにご紹介したいと思いますので、はい、はい、ね、タイヤってほら乗ってなくても自然に1ヶ月に 5% ぐらい空気が抜けてっちゃってるんですよ。だって、うん、こんな 1.5 トンぐらいある体重のものをね常にこう乗せてるわけじゃないですか。そうそうそう、これはね減るよね。減る、もうタイヤ屋さんすごいお仕事をしてるわけです。本当本当ね。なので今日私たちはすごいものを持ってきました。じゃじゃーん、じゃじゃーん、なんですか。これめっちゃちっちゃい でしょ。うん、これで、でもね、タイヤゲージといって、タイヤの空気圧チェックと溝のチェックができるものなんですよ。うんうん、ね、この小ささ良くない？ちっちゃいね、だいぶ。そう、確かに。これなら、まあ、車に置きっぱなしにしてもいいし、バッグに入れて持ち歩くことも全然できるので、これはね、皆さんにおすすめなんです。で、はい。はい、早速、空気圧をチェックしたいんですけれども、はい、皆さん自分の車の適正空気圧知ってますか？意外と知らないかも、ね、知らないよね。さあ由美さん、どこにあるか教えてやってください。もちろん私でいいの？うん、じゃあ実はこれは、ね、ドアを開けて、ドアを開けて、まあ、ここに書いてある車もあるし、こちらの、ね、この車の場合はここに書いてあります。ここにね、はい、これ 2.6 と 2.5 で、前と後ろが違うタイヤ、あ、車も結構多いんだね。そう、ほら、だってタイヤも前と後ろで違う場合もあるから、ね、サイズが違ったりするからね、うん、でこれをチェックして、これに合わせて、はい、そうですね、測ります。でここに書いてない場合は取扱説明書とか、あと給油口に書いてある車もね、うん、あるので、ちょっと皆さん自分の車の空気圧チェックしてみてください。はい。はい。じゃあ丸もちゃん、うん、続けてお願いします。はい。じゃあまずは空気圧チェックなんですけども、もう一つ注意点があって、あの走った直後のタイヤで測っちゃうと、あの熱で空気が膨張してて正確な数値ができな出ないので、まあ冷えた後、あ
あとは走る前がいいよね。走る前がいいよね。そうだね、うん、ちゃんとそういう習慣をつけるといいと思います、うん、はい。じゃあこれはまずここをバルブを、じゃあインさんお願いします。バルブを、はい、外します。外します。でこのキャップをまずなくさないように気をつけてください。ちっちゃいですからね。で簡単です。でここにお尻を入れてキュッと出てきました。あ、だいたいあれですね、 2.、うん、ちゃんと入ってますね。はい、よかった。これ適正に入ってます。でもし空気圧が少なかったら、あのガソリンスタンドとか、あとはカーショップとかに行くとね、うん、あの有料で入れられるものもあるし、まあ、無料でやってくれるところもありますんで、充填してください。ちなみにこれ、うん、空気圧自体は入れられないんですよ。そう、これはね、さすがにね、はい、入れられないので、ね、そしてもう一つ大きな役割がありますよね、うん、はい、はい、でもう一個はこの溝ですよね、うん、タイヤの溝が減ってきちゃうと、だんだんやっぱ新品の時よりもその止まりにくくなったりとか、そう、ねうん、もう本当にこう感じる人も多いと思うんですね。そうそうそう。でパンク、バースト、ね、うん、そういったことも多くなってきちゃうので、必ず溝はチェックした方がいいんですけども、最悪なのはちょっとこう、あのちょっと削れ気味、ちょっとね、ちょっとなんかこう丸くなってるね。ここにね、うん、三角マークのスリップサインっていうのがあるんですよ、うんね、でこここれ何箇所かタイヤにあるんですけども、ここにこの三角マークが指している先にそのスリップサインっていうのがあって、この溝と溝の間に出てくるものなんですよね。それが出てきちゃってる車は残りの溝が 1.6 ミリになってるということなので、もうブブーです。使用禁止、これ整備不良ということで使えません、ね、なのですぐタイヤを交換してください、はい、で普段はこの溝を測るんですけれども、この辺どこでもいいんです、ね、どこでもいいんで、こう、まあ、注射器みたいですね。そう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 、こうやってやるとタイヤの、そう、溝6ミリ、あら、うん、結構減ってる。思いがけずね、だいたい新品で 7,8 ミリあるんですね、うん、溝がね。それが半分の4ミリぐらいになってしまうと、急激にやっぱりブレーキの制動距離が伸びたりとか、うん、パフォーマンスが落ちてくるので、まあ、4ミリぐらいになったらそろそろちょっと交換を考え始めた方がいいかもしれないですね、うんうん、なんか車の運転前って、うん、運転前点検みたいなのをして、うんうんうん、一応こう車の周りぐるっと回って、はいはいはい、タイヤもチェックっていうところまですると思うんだけど、うんうん、ここまでやっぱりやった方がいいよ ね、 やった方がいい。そのためにはこういうちっちゃい、これあると便利よね。便利で、まあ溝だけだったら、うん、まあ、これがないよっていう人も、うん、もう一個あります。もう一個ポッケから出てくる、いろいろドラえもんのポッケだな。みんな持ってる100円玉これでも測れます。実はこの100っていう数字のこの上のライン、ここまでで4ミリなんですね、大体ね、うんうん、なのでこれをこのままこういうふうにかぶして、うん、この100っていう字の字が全部露出しちゃってると、もうちょそろそろ交換かなっていう、うんうんうん、時期だなっていうのが分かるので、これでチェックすることもできます。まるもちゃん、これ、うん、分かったの、知ってたの、え、4ミリ前にね、教わったことがあって。あ、そうなんだ。そうそうそう、うん、でスタッドレスタイヤの場合は 50% 減っちゃうと、もう冬用タイヤとしては使えません。ブブーです。ですけど、夏用タイヤとしては残り溝 1.6 ミリまで使えるので、まあ、そこですぐ捨てなくてもまだ使えます、うん、はい、というわけでね、はい、本当タイヤは大事なので、みんなの命を乗せて、ね、走ってる車の足なのでそうですね、張り溝 OK と覚えて、ぜひ皆さん、もうこれ乗る前に1分ぐらいですぐ、ねね、できちゃうんで、もうそのちっちゃいやつをタイヤ、うん、うん、チェッカーを持っているとね、そう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 、いいよね、うん、すぐできちゃうので、はい、ね、ぜひ皆さんやってください、やってみてください。というわけでこの後もいろんなね、張り溝 OK プロジェクト進化していくと思いますので、はい、楽しみにしていてください。はい、楽しみにしててね。バイバーイ。バイバーイ。